はいリプラダクです今日はね6月日日の20時45分頃です、えー、今日もね仮想通貨ちょっと見ていこうと思うんですけど、えーまあ、リップルね、ね、えー、僕が先週先々週ぐらいから言ってることとほとんどねあの変わらないので、えー、前回の動画見てもらったらいいと思うんですけど見てない人のためにちょっとふく簡単に復習するとまずここの雲でね、えー、抵抗になって落ちてくるよ で落ちてこなくても、まあ、上に上がることもあるけど、その場合ね、この雲の形がね、えー、ともうちょっとなんかこういう感じになって、で結局、この100円ぐらいで抜けれないだろうなっていう感じのことは言ってました。で、落ちてくるときは、えー、この60円のところでまあサポートされるよっていう話をしました。ちょっとこれ、ずれてますね、ここね。 でまあ、ちょうど60円ぐらいで、まあ、一応サポートされてるんですけどでその後の展開っていうのはここでサポートされて跳ね返ってくるのかもしくはそこから落ちるかねこれどっちかしかないです、はい、で今の全体の流れこれは日足になるんですけど全体の流れは週足でこういう風にねいわゆる、えー、三角持ち合いになってますと、はい、いうことで、まあ、それが前回の、ねえー、復習なんですけど今日は、ね、特に、まあ 今日はというか、この 2, 2週間ぐらいもネタがないっていうか、ほとんど同じことしか言ってないんですよねえ。っていうのは当たってるからね、かなり。で、まあ今日は特に言うことは何もないんですけど、ただね、まあ最近ちょっとね、えー、動画を見てると、なんかみんなね、 こうファンダメンタルズバカとか僕が言ってるんですけどファンダメンタルズバカの人たちがなんか仮想通貨大暴落だとか言ってみんな上げてると思いますでまあ結構暴落だ暴落だっていっぱい言ってるのが多いと思いますでなんで <laughs> なんで10円下がったくらいで暴落大暴落とか言うのか僕にはわかりませんでえだってなんで大暴落かわからないっていうのはここと 同じ値じゃないですか、今、ある位置っていうのは。じゃあ、結局、この5月のこの辺りですね、20日ぐらいかなとほとんど変わらないわけで、これ,これを大暴落ってこれ言わないんですよ。これ大暴落なんか言ってるような人とかは、これもう素人中の素人なんですよ。まあ暴落、暴落とも言わないと思います。まあ、若干の下げ程度で、まあ、レンジの範囲内に入ってるのに、これをね、暴落とか大暴落っていう人は、もうこれね、超素人のね、素人です。ありえないです。 でまあ、そういうので動画の再生数稼ごうとかしてアフィ,アフィカスでアフィカスでこう、ね、あのアフィカスでなんだろうあのアフィリエイトをやってるとかねちょっとね信じられないレベルですねあのこういうのは暴落って言わないですだって前回の値と同じところまでしか下がってないからねこれがもっとこういう感じに下がったらここからねこれをやっと暴落って言うんですよ。 分かりますだからテクニカル的に見て、前回の、ね、安値のところと同じだから、これは暴落って言わないですよ、はっきり言って、レンジの範囲内とか、特に何も言わないです、ちょっと下がったなとかぐらいなんですよ、全然暴落とか大暴落っていう言葉を使う時点で、ちょっとね、超素人で、何も知らない人だなっていうふうに思います、まあ、そういう人でもね、結構ね、えー、チャンネル登録がなんか数千人とかね、行ってたりするんで、これね、驚きますね。 かなり素人の、ねえー、もうなんかファンダメンタルズばかりに騙されてるる、ね、人が多いです。みんなも、ね、注意してくださいね。あのこれを、ね、暴落ってこれ言わないです。はっきり言って。この程度で暴落って言ってたらもう、ねあの年中ねね、年中で何回も暴,力が暴落が起きますからね。と、はい、いうことで、まあ、その間違った、ね、考え方を、ね、今日は、ねちょっとねえー、正すという意味で、ね、ちょっと言ってみました。 あと、ね、最近、ね、ICO 案件の、ね、詐欺みたいなのが多いから、ね、みんなも注意してください。ICO 案件の詐欺っていうのは、ね、あの自分で、ね、ICO 参加してなんかあのテレグラムとかあの登録してなんか買,ったら買うのはいいと思うんですよいわゆる自分で、ね、やるのはだけどあのプライベートセールがあるじゃないですかあれをなんか ICO の案件と勘違いしているのかあれをなんか結構買,う人買いに行くい人多いですよね。 あれは本当にやめた方がいいですよ。プライベートセールって、まあいうジャンルになると思うんですけど、あの、IC、ICO 案件で、いわゆる ICO にじょ、つまり上場する前に、こう、たくさん買ってる人が、いわゆるね、ICO 決まった時点で、こう、決まった、うん、ICO されるちょっと前とかに、こうね、高く売るっていうやつなんですよ。つまり、まあね、あの、ICO の前とか、最初の、 あの、セールとかで、0.01円とかで、0.01円かどうかわからないけど、その、ものによって違うと思いますけど、本当にね、1円以下とかで、まあ、買ってるものをね、え10円とかで、まあ、数円とか10円とかで売るわけなんですよ。例えば0.01円で買ったものを、え1円で売ったら、これ100倍になるじゃないですか。単純に。0.01円で買ったものを、プライベートセールで1円で売ると、これ100倍になるんですよ。 で10円で売るとこれ1000倍になるから、あのー、明らかに、ねもうこうね、詐欺的な、ね、ICO プライベートセールが多いんで、ね、あのみんな注意してくださいで、まあ、個人で多分買えると思うんですよ、全然個人で買えると思うんですけど僕は、ね、ICO とか興味ないんであの買ってません ICO って、ねまあ、いわゆる、あのー、IPO みたいなもんで えー、企業がね、上場するかどうかっていうところに、えー、先にまあ買いに行くっていう感じのことなんですけど、えー、っと、まあ僕は興味ないですね。はっきり言って。えー、だって、そこを安く、その安く買っても、それが結局上場されるかまず分からないし、上場されても、あのー、実際にその、なんていうかな、あのー、それが高くなるかっていうの、これ分かんないじゃないですか。大体ね ICO 割れとか言って i c の価格が割れたりするんですよだからプライベートセールとかで絶対買うべきじゃないですはっきり言ってで僕はね思うんでこれねちょっとあのファンダメンタルズバカに騙されてるような人が多いと思うんでえっとね正しいことをねちょっと言っただけなんでえちょっとよくね皆さんも考えてみてください日本でよくやってるのはそのいわゆる i c o が決ま,あの決まったとか、もう相性になるっていうのは決まった後に、その、個人とか、まあまあ企業とかが持ってる企業っていうのは、その自分で会社を起こしてやってるとがいるじゃないですか。だからまあそういう意味では、その個人とか会社を起こしてる企業家の人が、それをいわゆる売るわけなんですよ。プライベートセールって言ってね。だから、最初の販売価格より結構高くなってるんですよ、これは。わかります。だから、 だから結局プライベートセールなんかで買ってもその価格より上がるかどうかなんかこれわかんないんですよ。それだったら個人で買ったらいいのに、それをね、すごく多分勘違いしてると思うんですよね。まあファンダメンタルズばかりにちょっと騙されてみんなね、IC o いいいいと思って買ってるんだと思うんですけど、あの、騙されたらダメですよ。あの、結局高いのを買わされるってことなんで、そういう意味ではね、あの、信じたらダメです。あと、 えー、リップルとかね、仮想通貨がね、こう爆上げするとかいうね、あの、適当なことばっかりもう一年中言ってるような、あの、えー、動画を開けてる人とかね、ま、まあ、ホームページにもいいんですけど、あアフィ、アフィカスとかね、そういう人にもね、あの、騙されないようにね、あの、年中ね、爆上げするって言ってるんで、え、いつ上がったのみたいな。<laughs> ありえないですよね。この前の、なんかこの辺りで、どこだったっけこの前の、ここ。 ここを爆上げとか言ってるから、もうね、あの頭悪いですよね。あの10円上がってるだけで、ここでもう爆上げで、リプルこのまま150円いくとか言ってるやつとかもいてたと思うんですけど、もうこれありえないです。100%どころか、もう1000%ありえないことばっかり言ってる人です。なんでかっていうと、えー、こう10円上がったぐらいで、これ爆上げじゃないし、しかもそこから150円とか170円までいくその、あのー、根拠がね、これないんですもん、テクニカル的にも。 どう考えてももないですもんここまで上がってもここでこうレ,ジレジスタラインになって支えられてるからこれ絶対ここから上がるとはこれ限らないんですよ。ここから跳ね返してくるとかこれ普通にあのテクニカル分かる人だったら、まあ、普通に分かりますよねだからそういう意味ではあのなんだろうみんなの面白いようなねみんなの興味の引くことしか言ってないっていうねあの人とか多いんでねそれを、まあ、いわゆるファンダメンタルズバカっていうんですよ。 まあ僕が作った言葉なんで、えっと、まあ、みんな広めてもらったらいいと思います。あの、いわゆるね、視聴者の,その興味の低いようなことを言う、つまりそれがね、合ってるか間違ってるかとか、あの、あのなんだろうテク、テクニカルとかファンダメンタルズを見て、みんなにこうなんか、あの稼いでもらったりねえ、みんなに得してもらおうっていうことじゃなくて、 みんなに面白いことを言って、自分のね、その利益になろうっていうことをやってる人のことを、まあ、ファンダメンタルズバカってね、僕は言ってます。いいですか。だから、そういうね、なんかあ、怪しいようなね、人の情報にはね、えっと、まあ、されないようにしてください。はい。ということで、今日はね、えー、まあ、いくつか飲めたんですけど、まあ、今日はあんまりテクニカルなことは言ってません。まあ、前回の復習で簡単に言った、 復習でちょっともう一回ね、考えてもらったのと、あとは、ファンダメンタルズについて、ICO についてね、ちょっと述べてみました。はい。今日のね、えっと、動画ね、面白いと思った人は、いいねとか、えっと、あと、チャンネル登録ね、お願いします。ありがとうございました。